割田康彦、羽鳥由里子、尾藤大輔のミュージックテラスワンテイク。こんばんは、インドア系作詞作曲家羽鳥由里子です。不器用貧乏紆余曲折ギタリスト BB こと尾藤大輔です。音楽業界辺境の住人プロデューサー兼作曲家の割田康彦でございます。この番組は音楽的な出会いを求めている人たちをつなぐきっかけを作る特殊音楽番組。 SNS 全盛の世の中であっても自分の会いたい人になかなか会えない現実、そんなあなたのお役に立てたら。作詞家作曲家サウンドクリエイター DTMR スインガーバンドマン音楽業界人などなど、プロインディーズ問いません。こんな人と出会いたい、こんな人と知り合いたい、こんな私を知ってもらいたい。ミュージックテラスのテラスはテラスのテラス。出会いを求める音楽人に光を照らし、ワクワクを生み出し、意図しない化学反応を巻き起こす番組です。せーの、ワンテイク。さてさて、あっという間に3月ですよ。もう3月、もう来ちゃいましたね。早くない？今年は。早いですね。あっという間ですよ。というわけで、もう最近ですね、すっかり音楽番組として、認知されてしまっている我らが M テラでございますけども、今週は先週に引き続きまして、こちらの企画、M テラ初企画、ボカロ P 特集後編。待ってました。さてさて、先週に引き続きボカロ P 特集後編。はい、先週はそもそもボカロとは何ぞやというリスナーのために、ボカロ解説委員1号の新潟の高校3年生学S さんがボカロの説明をしてくださいました。ありがとうございました。が、今週はなんと、ボカロ解説委員2号が登場いたします。2号2号仮面ライダーみたいな。はい、ハトリン、ご紹介をお願いいたします。はい、番組初登場、グラスホッパーさんです。はじめまして。グラスホッパーさん、ボカロとはそもそも何なのでしょうか。説明しよう。そもそもボカロとは、音楽作品のデモテープを作るときにボーカルの代わりにするために開発されたソフトウェアであった。しかし、その本来の目的ではあまり普及せず、代わりに自作曲にボーカルを入れたい末端の作曲家がまずこれに注目することとなる。かつて90年代初頭の頃にパソコンをメインに据えた当時としてはコンパクトな音楽制作システムがアマチュア作曲家の間で大流行りしていた時期がある。この当時に個人レベルで作曲活動をしていた者にとって、自分一人の力でボーカル入りの自作曲を作るというのは夢のような話であった。どんなに曲を作れても歌唱力や外部ボーカリストを招集する能力は全くの別問題だからだ。ボカロの商品第1号が最初に発売されたのは2004年のことであるが、これにより多くの人間が夢にまで見たであろうボーカル入りの自作曲が一気に実現へ近づいた。ボカロはその仕様の都合上、先日したような音楽制作システムのノウハウの多くを流用できるような作りになっていたため、それに慣れていた作曲家にはことさら使いやすいものであった。当初ボカロの商品ラインナップは地味なものであったが、よりキャッチーで特徴的な路線を開拓すべく、2007年にクリプトン社がキャラクターボーカルシリーズを発表。その第1弾である初音ミクがその後世の中に与えた影響はもはや言うまでもないだろう。ありがとうございました。というわけで、ボカロ P 特集後編、本日のトップバッターはこちらの P 様。はい、リリーノウンさん。東京在住のリリーノウンと申します。プログラミングが大好きな IT 系ボカロ P。 ボカロ P 歴、作曲歴は1年、主に YouTube で活動中とのことです。楽曲についてのコメント。はい、楽曲タイトルはもしも言葉が魔法なら。魔法。どんなにうまくいかなくて拙い言葉しか伝えられなくても、もしも言葉が魔法なら何が変わるんだろう、そんな思いがありますとのことです。それではお聞きいただきましょう。作詞作曲リリーノウンさん、歌唱カフさんで、ね、もしも言葉が魔法なら。どこかで一つの思いがまた消えてく。二人にも気づかれないで、今度は幸せな
さんの憂いある声がリリーノーンさんの世界観に包まれて泣けてきますね。言葉以上に伝わるものがあります。お聞きいただきましたのはもしも言葉が魔法ならでした。続きまして、はい、ミオさん、新潟県在住の大学生、駆け出しボカロ P のミオです。ボカロ歴は4年ぐらい、アレンジカバーなどを作っていました。オリジナル曲は1作目を出したばかりです、とのことです。楽曲についてのコメント、はい、楽曲タイトルは自画像。この曲はオリジナル曲第1作目となります、うん、自分のネガティブな気持ちを代わりに歌ってもらえるのがボカロのいいところ。あー、そうかも。誰に伝えるわけでもない独りよがりな曲ですが、ぜひ聴いてほしいです、とのことです。それではお聴きいただきましょう。作詞作曲編曲、ミオさん、歌、初音ミクさんで、ね、自画像。まさにボカロのいいところが生きた曲ですね。タイトルも好きです。ミオさんの曲でまた知らない誰かの気持ちも変わっていくのかもしれません。お聞きいただきましたのは自画像でした。続きまして、はい、吉野ひかるさん、週末 SF 系サークル電子降る砂漠で楽曲制作雑務担当の奏でるサラリーマンこと吉野ひかるです。ボカロ P 歴は約6年、さまざまな誘惑に負けながら日々曲作りに励んでます、とのことです。どんな誘惑気になる。楽曲についてのコメント、はい、楽曲タイトルはセイレーン、歌うことが好きなガイノイドの最後をテーマに制作しました。終わりゆく世界の情景と彼女の最後の旅路を表現できていればと思います、とのことです。それではお聞きいただきましょう。作詞作曲吉野ひかるさん、歌唱初音ミクさんで、ね、セイレーン。電子降る砂漠さんの世界観、引き込まれます。世界の終末が見える、大好物です。これはまさにボカロミクさんだからこその表現ですね。お聞きいただきましたのはセイレーンでした。まだまだいきます。続きまして、はい、よし、ご存知ペルソナーレさん。以前は主にテクノハウス系の楽曲を制作していましたが、半年ほど前からボカロ曲も作っています、とのことです。楽曲についてのコメント、はい、楽曲タイトルはアナログハック。デジタルのセキュリティは完璧なのに、アナログな心のセキュリティを解除してしまう恋心を歌った曲です、うんうん、とのことです。憎い。それではお聞きいただきましょう。作詞作曲ペルソナーレさん、歌唱初音ミクさんで、アナログハック。アナログハック、セブリリーはアナログハック、完全なのにアナログハック、私の心の中に
パクト抜群で印象に残るミクさんのフレーズと超高音ペルソナルさん、ボーカロサウンドも乗りこなしてますね。気持ちいいです。お聞きいただきましたのはアナログハックでした。初音ミクさんばっかりですが、続きましてはい、お化け P さん、レインボータウン FM のお膝元、なんと深川在住ボカロ P 歴は約2年、世界初の中国語ボーカロイドルオ・テンイと一緒に優しい音楽を作っています。レインボータウン FM のオープンスタジオがある深川ギャザリアのサイゼリアにもよく行きますとのことです。すごい地元民だ。楽曲についてのコメント、はい、楽曲タイトルは氷塊、初音ミクとルオ・テンイのデュエット曲。この曲はもともとクリスマス曲として作りました。冬の寒さとそれとは対照的な2人の関係についてを表現しております。それではお聴きいただきましょう。作詞作曲おばけ P さん、歌唱初音ミクさん、ルオ・テンイさんで氷塊。振り出した指を優雅で上品なサウンドとミクさん、ルオテインさんの歌声素敵すぎる。深川から世界に美しく優しい音楽を。おばけ P さんありがとうございます。お聞きいただきましたのは氷塊でした。続きましてこちらのコーナー、エムテラエンディング枠争奪負け残りラジオでじゃんけん、イエーイ、戦うぞ。サクサクいくぞ。はい、皆様のオリジナル楽曲のオンエア権利をかけて、私と尾藤大臣が代理でじゃんけんを繰り広げ、最後に負け残った人には特集を組んであげましょうという夢のような企画、名付けてオンエアバトル負け残りラジオでじゃんけん魅惑のエンディング枠編。背の高い順にじゃんけんを繰り広げてまいります。はい、先々週の第3回戦では初代負け残りチャンピオン167センチの乾燥パクさんと、うんうん、YMO と電子楽器が大好き162センチの音の未来さんが対決、はい、なんと乾燥パクさんが初勝利し、見事初めてのオンエア権を勝ち取りました、はい、ありがとうございました、はい、というわけで今週は第4回戦、負け残った音の未来さんに挑むのはこちらの方。はい、身長160センチ、2021年からボカロ P として活動中の森エルさん、いらっしゃいませ。お待たせしました。時間も押し迫っておりますので、先週からの引き継ぎで音の未来さんはハトリンが担当、はい、森エルさんは尾藤大臣が担当ということにさせていただきます。早速戦いますよということで、せーの、魅惑でじゃんけん、じゃんけん、パチョキ。また勝った。また勝った。結局、はい、伊藤大臣から。伊藤大臣が勝った。応援は誰だ。勝った誰だ。あ、もうよく分かった。あれ今日流れるのは。森エルさん。森エルさん。森エルさん。音の未来さん残った。残りましたね。2週連続で。負け残ってますね。続きますね。というわけで今週のエンディング曲はこちら。はい、それではお聞きいただきましょう。今週のエンディング曲は森エルさんでメレンダ。タタラタラルラ。というわけで、あっという間の15分間、本日ご紹介した楽曲情報は番組ホームページに掲載させていただきます。つい先日コミックソング、そしてヘビメタソングを締め切りましたけど、これどのくらい集まったんですかね。果たしてどうなんだ。結果は来週というわけで、お送りしてまいりましたのは、おりさんことおりです。行こうと尾藤大輔と羽鳥ゆり子でした。それでは皆さん、せーの、おたっしゃでーす。おたっしゃでーす。音楽番組、またしても音楽番組すごい。